学びズム西宮北口校栄東校開校。無料受験相談の申し込みはホームページまたは LINE からお願いします。センターの万歳システムでも確定じゃないですか、うん、確定なんですよ。なんで入試情報から勉強方法まで受験生の役立ち情報何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの佐藤です。終わりです。こんにちは。はい、本日の質問です、はい。センター利用は何判定であれば安全と言えますか？当日の結果で C 判定が出た場合は出すべきではないのでしょうか？はい、っていうなるほど質問です。まあとりあえずセンターお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、本当にねめっちゃしんどかったと思いますし、もうプレッシャーが良かったかなと思ったりするんですけど、うん、まあまあまあセンター終わったんで、センターの話題のセンター利用どうしたらええねんっていうところですよね、うん。まあ、おそらくその皆さん今カタカタカタってパソコンとか携帯叩いて万歳システムあるじゃないですか、うん、多分万歳システムでこれこれみたいな多分見てる分かる分かるか、そうそうそうを見てるかなとか思ったりするんですけど、まあそれの多分判定のことですよね、うんうん。でそれで C 判定が出た場合はセンター利用を出すべきなん出すべきじゃない、どっちなんは確率的にはまあ出さない方がいいと思いますね、うん、そうですね、うん、C 判定だったらもう大学にもよるんですよ。大学にもよってそのセンター利用で結構枠取るよみたいな、うん、立命館やったらカンカンの率の中でセンター利用の枠が一番大きいじゃないですか、うんうん。なのでまあ、もしかしたらもう何か間違いが起こったらみたいな感じではあるかもしれないですけどほぼないですよ、うん。C 判定っていうセンター利用のところはね、一般入試とかの C 判定とかって模試とかがあるじゃないですか、うん、模試である程度の点数を取って、あじゃあ本番の問題想定したら君はおそらくこれぐらい合格率あるよね、うん、C 判定 B 判定みたいな、うん、あるんですけど、センターの万歳システムのもう確定じゃないですか、うん、確定なんですよ。なんでじゃあこのセンターの本番の点数これぐらいやから本番これぐらい取れるよねっていう C 判定じゃなくて、君の点数やったら受かるか受からんか分からんよ C 判定、うん、っていう形でほぼ受からんよりだと思います、うん。特に去年とかやったらそのセンター利用結構もう難化してたんですよね、うん、日大とかでもほんまにっていうぐらいの方が落ちちゃったりしてたんでセンター利用の方がやばいみたいなのがあったしね。そうなんですよ。だからもう今目は苦しくその入試の状況で変わってる中で、やっぱりその高校立の子たちっていうのは今までねその一般で受けたりもしてたんですけど、やっぱりその私立を絶対どうしても滑り止めで取らないといけないというところで、どん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 そのセンター利用、しかも下の大学下の大学ってところを受けてきてます。だから三金交流であったりとか、まあ関東やったらニット駒線とかっていうところがセンター利用の倍率であったりとか、そういうところがどんどん上がっているんじゃないかなっていうような状況ですので、今年の結果を受けて C 判定やったっていうんであれば、まあ3万円程度かかっちゃうじゃないですか、うん。ってなったら、センター利用で勝負するんじゃなくて一般で切り替えて勝負した方がいいんじゃないかなとか僕は思ったりしますね。 そうですね。まあ難しいところだとは思うんですけれども、もちろん言わせてもらうと出さん方がいいとは僕ら2人の意見としてはそうですね、はい、あります、まあ、それとほぼ同じ内容にはなるんですけど、まあ、センターはもう結果出てしまってるものなので、良かろうと悪かろうと、まあ、それをまあ今の話を踏まえてセンター利用出すか出さないかはまあ各個人の判断に委ねるっていう形ですけど、受験トークへの質問はチャンネル登録をしてコメント欄からお願いします。基本的にもこれから入試が連続していく中で終わったことは気にしないっていうのはめっちゃ大事です、はい。センターでもしあの問題取れてたらとか、出願をこういう風にしてたらっていうのをその終わったことを気にしたところで結果が変わるわけないんで、まあ、残されてる期間の中でベストな結果が出せるように一日一日を大切に過ごしてほしいなという風に思います。はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。学びズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。